はい。さて、新しい一日がやってきました。おはようございます。ひよりです。今日もね、やっていきましょう。僕の夏休み。いよいよ残す日もあとわずか。夏休みが終わろうとしています。終盤です。悲しいなぁ。まあ、最初はね、調べちゃんもあんまり仲良くしてこなかったわけだけど、こうしてね、心を通わすことができたのかな？わからないけど、まあ、萌え姉ちゃんのいろいろなことも知れたし、まあ、このうちの秘密みたいなことも知れたし、僕はだいぶ成長したんじゃないかな、この夏休みで。まあ、終わるわけじゃないけどね、まだ終わらないけどね。じゃあ、いただきまーす。おじさん寝てないのかな？どうなんでしょうか？ずっと起きてんでしょ？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。非常に美味しかったよ。今日はね、教頭先生が残したと言われる宝物、これを取りに行きたいと思います。多分ね、英語の辞書だと思うんですよね。まあ、とりあえず、今日はちょっとおじさんの様子を見に行きたいので、今日のおじさんコーナー。今日のおじさんコーナーなんか今までなかったけど、今日のおじさんコーナーがね、どっかにあるというか、今日のおじさんコーナーを俺はしたい。さてさて、あ、しらべちゃんがこんなとこにいるの珍しいね。おじさんと話してるみたいな。こぼれ釜すると、何日もかけて割っておいた焚き火を、あっという間に使っちゃうんだよ。そうなんだ。しらべ、男の子に生まれなくてよかったわ。薪割り、絶対手伝わされてるもん。確かにね。あ、てことは僕くんが手伝わされるみたいな感じになるのかな。あ、ここにいるんだ。やってるね。優作、頑張ってね。優作。もう少しで久々の現金収入よ。現金収入。現金収入だってさ。なんだか私まで疲れてきちゃったな。ずっと応援してるだけ？おばちゃん。おじちゃん疲れてそうだ。おじちゃん、夜中どうしてたの？ずっとここで薪を割る、薪をくべるの繰り返しだったよ。今中は何度ぐらいなの？目標の 70% って感じかな。70%。とにかく今はおじさん頑張って薪をくべる速度を速くして温度を上げているところなんだ。すげえな、職人って感じ。でも久々にやるとやっぱり眠たいな。てかどうやって眠気覚ましてんだろう。この時代ってさ、そのレッドブルとかモンスターというエナジードリンクは多分ないよね。だからずっとコーヒーとかお茶飲んでるのかな。お茶飲んでるのかもしれないな。でも何も飲まずにやってるなんて相当きついでしょ。ずーっと巻き割って入れて巻き割って入れてこれ繰り返してるわけでしょ。すげえな、やっぱ職人ってすごいですね。尊敬します。じゃあね、今日はね、教頭先生の宝物を探しに、ですね、どこだっけかな、狼娘がいる場所に行こうと思います。そこにね、なんかあったんだよ。英語の辞書みたいなやつが。多分それが教頭先生の宝物だと俺は勝手に思ってる。じゃあ行くぞ、ぼっくん。急いで走るんだ。ちょっとね、狼娘と何日か会ってないから、喋りたいし、お話ししたいし。てか、萌え姉ちゃんにプレゼントできるんじゃないか？教頭先生のやつ。あ、これ引っかかる。これさ、しゃがんでいけばいけるんじゃないのかな。くぐっていけばさ、シャッターとか切られないような形で、ここを通り抜けられることもあるんじゃないですかね。とりあえずこの奥に先行ってみよう。ボクくんはどんな反応を示るんだろう。示るんだろう、じゃなくて、示すんだろう。ここ、ここ。これだよ、これ。さあ、パカーン。開けてみました。これが教頭先生の宝物じゃなかろうか。そういえば、うちの学校のあの頑張りすぎの教頭先生、戦争中になんだか自分の大事な宝物をこの裏山に隠したんだって。これか。これは誰かにとって何か大事なものなのかもしれない。私はそう思ってこの本を持ち帰ることにした。お、これで萌え姉ちゃんに披露ができるのではなかろうか。てか英語辞典が大切なものなのかな。何か書かれてるとか何か。
恋文が書かれてたりするの？お、今日は何してんのかな？そっちじゃないよ。そっちじゃないよ。後ろだよ。もうそろそろこの世界のおしまいだよ。いや、なんでなんで。え？なんで？終わんない終わんない。もうじき秋だから、ジタバタしたってしょうがない。ああ、秋だから？お姉ちゃん、あんまりお風呂入りに来ないね。確かにね。うん。まだそんなに寒くないから、昼間池で体洗ってるんだ。え？池で？すげえな、アウトドアにも程があるぜ。いや、どうする、ボックくん。じゃあ、丘行くか。タコ揚げしに行こうぜ。タコ揚げ。てか、トンボ捕まえようかな。まあ、いっか。ここにいないし。じゃあ、タコ揚げしに行きたいと思います。まあ、おじさんがね、今、かまどをやってるから、ワンちゃん見てもらえない気もするけど、いや、そんなことはない。見てくれるおじちゃんのことだから。さあ、ジャンプ。あれ、どこだっけ？こっち？こっちだ。クヌギの木、カブトムシ越え。新たな戦力が俺には必要だ。何もいないじゃん。ほら。出てこいや。やった！来た。本当にカブトムシ来た。あ、ビッグだって。とりあえずポケットに。俺のね、スーパームシムシ第1号が、弱くなっちまったんだよ。マジでさ、悲しいことに。ノコギリクワガタいらないわ。こいつはザコだからな。ビッグだって。58。ちょ、逃がさない逃がさない。もう一匹カブトムシかなんか強いやつ出てきてください。お願いします。俺には強い戦力が必要なんだ。なんか、いるかな？新たなスーパーカブトムシ1号が。あ、間違えて貼っちゃった。あれ、夕方になった？あ、夕方になっちゃったな。ま、いっか。さあ、行こう行こう行こう、僕くん。レッツゴーやで。俺はジャンプー。よーし。丘に着いたぞ。ここでタコ揚げしようぜ。いけるかな？今日はいけるか？高度25だって。最高でね、31、32ぐらいかな？なんか振動が鳴ってるんだけど、壊れてるんだよね、これ。お、32行きそう。おりゃ。下に引っ張る？下に引っ張りながら、上げるのかな？風に釣られればいいの？やっぱりわかんねえなー。なんかボタンを押せばいいというわけでもなさそうだし。この糸の巻き方とか関係あんのかな。本物のタコ揚げだったら俺うまかったんだけどなー。あれ、なんか回った気がする。48メートルって書いてある。ちょっと待って、何で回ったんだろう。どこだ？これか？あ、なんか負ける負ける負ける。負ける負ける負ける。こうすりゃいいのか。あ、高度が高い高い高い。こうすりゃいいの？もっと伸びよう。もっと高く高く。あ、こうやればよかったのか。あ、全然伸びるじゃん。ちょっとずーっと。あ、糸がだんだんなくなってきた。56。56だって。いけ、僕くん、今だ。あ、全然負ける。あ、全然高くはなる。あ、こうやってやるのか。L1 を押したら、高く飛ぶようになりました。僕、これ知らなかったです。はい。101メートル100。ずーっと負けんじゃね、これ。どんぐらい高くまで上がんのかな？来た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 。高度高度。これ持ってかれる可能性もあるな。一応、一応ね。
風速がちょっと今日は吹いてますね。てかずっとやってりゃ相当伸びるんじゃないか。どこまで上げりゃいいんだろうね。ちょっとずーっと押してみようと思うんですが、あ、高度が低くなってるけれども高くなってるね。さあもっと上がれ。僕巻くんだ、ほどくんだ。落ちないように頑張ろう。もう90メートル台行ったぞ。90メートル、100メートルぐらい行けばいいのかな。よし、風に揺られている。風にもっと乗ってくれ。よし、今のうちだ。100メートル上がるんじゃないか？おー、糸がなくなりそう。糸がなくなりそうだよ。50まで行けば。いや、もっとか。これはもっといけるな。もっといける。糸がなくなるまで巻くんだ、ポックン。200メートルまでいけるんじゃないか？おー、伸びた伸びた伸びた。すげえすげえ。もっといける、もっといける。多分180とかまでいけるんじゃないか。よし、今のうちに巻くんだ。巻くというか、ほどくんだ。175、176、178。あ、高度が下がってるよ。もっと上げて上げて。ぼっくん高く上げて。風速が弱まってるな。も、ちょ、高く上がんない。なんかだいぶ高度が落ちてきたんだが。やばい、高度が落ちてきた。上がってくれー。もっと上がれ。100メートル。もっとだ、もっと。おー、100、やった。お、127だって。赤字になったね。じゃあもういいのかな。高上げはやめる。よっと。僕が喜んだ。ってことは、目標達成なんじゃないでしょうか。てかもうそろそろおじいちゃん捕まえに来るからな。ちょっと時間的に無理だな。無理だというか無理な気がする。さてさて戻るか。やっとタコ揚げやりましたね。ようやくやり方が分かった。このゲームやり方がね、あまりチュートリアルがないから分かんないんだよね。はい。今日の遊び時間は終了。はい、終了しました。もう晩ご飯ができています。晩ご飯食いに行きます。今日の夜ご飯は何でしょうか。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。今日のご飯です。今日のご飯タイム。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おいしゅうございました。いや、おじさんは相も変わらずかまどに行くんでしょ。ちょ、様子見しに行きたいな。あと今日高く上げられたの自慢したいんだけど。たこ揚げ高く上げられたんだけど。あれ、おじさんここにいる。今日の晩ご飯はスパゲティ、スパゲティ、冷製ナス、油揚げ焼きにスープとサラダで強引にイタリア風でした。強引にイタリア風でした。あれ、もうやらなくていいの。もう萌姉ちゃんともあと何日だろうな。今日が26かな。はあ、私20年後には一体何やってるんだろう。30歳。その頃にはどんな世の中になってんだろうね。20年後って1995年だよな。21世紀になるちょっと前で、ちょっと前、多分月に人が住んだり、いやー、まだしないよ。車が空を飛んだりしてるんじゃないかな。宿題はロボットがやってくれて。そうそう。でもこたつにみかんとか大晦日の歌合戦はなくなってるからね。歌合戦なくなってないよ。それ30年後ぐらいでもなくなってないから。
いや、40年か。40年後でも大丈夫。あ、でもさ、1975年ってことは、もしもお兄ちゃんがいるとしたら、おばさんじゃん。50歳だ。マジか。僕くんもそのぐらいだな。あ、寝てる。いびきかいて寝てるよ。この状態で寝てんの？僕くんも苦笑い。一緒か。苦笑い。調べちゃんとも、あと6日間かな？しか会えないわけか。本当にお天気の日ばっかり続くね。そうだね。変なんだ。今日は雨が降る予定だったの。そうなんだ。僕くんパワーかな。僕くんパワーだろうな。下駄じゃなくて、サンダルだから当たらないのかな。ああ、やってるんだ。天気予報当たるかな、みたいな。そうなのか。てかさ、カブトムシ今日手に入れたんだけど。じゃあ明日は、あ、そうだ、萌え姉ちゃんに渡さなきゃ。明日の昼間、渡せば、いけるかな。ザブーン。子供の頃ってザブーンって入ってたよね。まあ男の子だけかもしんないけど。さて、いい気持ちになって今日も寝るか。今日はね、教頭先生の宝物をゲットしたような気がするので。あれ、俺萌え姉ちゃんに話したっけ？話したか。明日の朝、明日やったら、萌え姉ちゃんにちょっと話してみよう。多分何かしらの反応してくれるんじゃないかと、俺は期待してるんだけれども、どうでしょうかね。さあ、絵日記書いて寝ようぜ、ぼっくん。今日も一日が終わったな。いい一日だったよ。残り少ない夏休み、楽しんでいこうぜ。じゃあ本にま、日記帳だって。絵日記を書いて寝ますか？今日は何もない素晴らしい一日だった。じっと手を見る。タコあげたじゃん。さて、今日も一日が終わりました。お疲れ様です。